まことの悩み。へえ、どうしたの、まこちゃん。それが、この間も春と買い物に行ったんだけど。あれ、春？うわ、また抜き出しちゃって。止めたら止めたで春すごい怒るし。まこちゃんも大変だね。どうしたら。わかった、実験すればいいんだよ。え？つまりどのレベルで春ちゃんが脱ぎ出すのか分かれば、まこちゃんも事前に止められるんじゃないかな。なるほど。じゃあ実験開始。まずはこれから始めてみよう。これで脱がれたら俺はこれからどうしたらいいのか分からない。あ、春ちゃん。あ、鼻で笑われた。次はこれ、洗面器。確かにさっきよりは増えたけど。あ、はるちゃん、ちょっと見てたね。あ、気になるんだ。次はバケツ。これならいけるんじゃないかな。確かにいけるかも。あ、はるちゃん来た。悩んでるみたいだね。悩むんだ。たらいならどうだ。これはいける気がする。絶対いけるよ。はるちゃん来た。惜しい。まこちゃんファイト。はる、まだ空気が。ああ、はるちゃんは自分が水に浸かれないと脱がないみたいだね。なるほど、そういうことか。例の飛び込み猛特訓。なあ、ハル、お前相変わらず全然笑わねえよな。お前だって昔はバカみたいに笑ってたくせに笑わなくなったろ。な、ほっとけ。俺は大人になったんだよ。でも確かに遥先輩が大笑いしてるところ見たことないです。お、ああ、まこちゃんなら見たことあるんじゃないかな。あるよ。おお、まこと何勝手に。まあまあ。おい、聞かせろよ、まこと。あれは昔学校の行事でみんなで宿に泊まった時だった。俺の寝てた隣の布団から笑い声が聞こえてきたんだ。そう、春の笑い声が。怖かった。それただの寝言ですよ。あれ、もう、まこちゃん。え、本当だって。まこと、なぎさ、れ、やれ。それどうだ。おい、やばい。どうだ、これでもどうだ。急に何するんだ。おい、お前聞いてるのか。笑えんじゃねえか、ハル。笑ってないよ、ハル。照れてる。ほらほら。